入ってたね。のぼせたかと思ってリミリンと心配してたよ。ごめん、中でうとうとしちゃって。かすみちゃん頑張ったもんね。頭使いすぎてクタクタだよ。とにかく今日のうちに歌詞が完成してよかったよ。あとは曲と合わせて仕上げるだけだね。だけっていうのもなんか変だけど。ここまで来たんだから大丈夫だよ。さあや、リミリン、明日も頑張ろうね。うん。なら明日に備えて早めに寝ないとね。お布団敷いたよ。あ、ありがとう。タエ、わーい、一番乗り。おい、布団に飛び込むなよ。ふかふかで気持ちよさそうだったからつい安眠できそう。そりゃよかった。じゃあとっとと寝るぞ。私は疲れた。ねえねえ、ちょっとだけ枕投げしない？寝ろよ。寝るけど、でもせっかくみんなでお泊まりなんだし、何もせずに寝ちゃうのもったいないよ。確かにそうかも。だからって枕投げはないだろう。ガキじゃあるまいし。えい、ういて、やったな。このキャッチ、かすみパス、ナイスパス、いくよ。えい、お、ちょっともう、なんで私？サーヤもやろうよ、ほらほら。しょうがないな、ちょっとだけね。それ、リミリン、パス。え、あ、私？ふぃー、遊んだ遊んだ。もうこんな時間じゃん。いい加減満足したな。電気消すぞ。はーい、消灯。はあ、暗くなったら急に目が冴えてきちゃうことあるよね。いや寝ろよ。怖い話しようか。これは親戚の友達のバイト仲間が体験したことなんだけど。うん、私は今度こそ寝るぞ。寝るったら寝る。私もそろそろ。そっか、それじゃあみんなおやすみ。うん、おやすみ。サーヤ、アリサ、リミリン、みんな寝ちゃった？どうしたの、かすみ？うん、なんか眠れなくって。曲、できるか心配？ううん、そうじゃない。楽しみなんだ、どんな曲ができるのか。絶対いい曲になるって思う。だから、ドキドキしちゃうんだ。私も、この5人なら最高の曲ができると思う。みんなもきっとそう思ってる。だよねだよね。よし、明日も一日頑張ろう。うん、頑張ろう。じゃあおやすみ。やー、できた？できたよ。最後まで通せた。完成だ。やったね。みんなお疲れ様。なんとか合宿中に終わってよかった。もう夕方じゃん。かすみが昨日遅くまではしゃいだせいでこっちまで寝不足だってな。うわ、ごめん。でも間に合ってよかったね。今夜は思いっきり寝るぞ。明日は学校あるけどね。あれ、そうだっけ。寝坊しないように。